なかなかのロン上がりということになりました。6連勝を狙う鈴木優の親番がここで終わります。ただウーワンもなかったからね、山にね。そうですね、今日は優さんの日じゃなかったか。そうか、これラス争いというか2番手争いが大変なことになりましたね。そうですね、わずか1700点差に2番手中田から4番手鈴木優まで、難肉が始まりまして、ドラマチーピンです。こちらは校長日向、第1つもでいきなりカンパーワンが埋まります。でリーチの後安全牌しか引いてこなかったんだもん。そうでしたね、親に対しても。はい、35度ですね。 あれ大事ですよね。はい、もう主役は私ですっていう感じですよね。さあ日向、レッド東京タワーに集ったファンたちが今日は全力の応援をアベマズに捧げていることでしょう。多いの引きました。3層は4枚になった中田です。いいですね、なんか4枚あると麻雀っていいね。楽しみですか。数字の牌が4枚持ってると、なんか楽しみが。他の選手の手の進行も遅れますしね。そう、特に3、7はね、急所になってることが多いんですが、はい、ああゆうさん、苦しくなりましたね。おお順調です、親番中田。ただ5、6、8、9万がね、二度受けなんで、8万9万外せるような手順でチーピンのドラにくっついてくれるように、8万か9万が頭になってくれるとスムーズに移行できるんですけどね。はい、C1 が2回必要な手は苦しいですよね。4万から先入ると難しくなっちゃうんでね。あ、これは残した方がいいですね。そうですね、頭がないんでね、まだ。はい、さあ萩原も1つ2つ急所が埋まればかなりの勝負手。今ね、リャンピンから切りたかったんですけど、内側からね、ただ頭のない手なんで萩原もリャンピン重なったらね、結構威力があるんで、はい、残しましたね。これで切れるですね、はい、頭ができました。ローピンが重なった萩原です。さあ日向は両冠両面のイーシャンテンになっています。いやー苦しいな。苦しいね。あ、これでいいんですよ、これでイーソー打てるんで、はい、8万打ってもいいですけどね、どっちでもいいんですけど、スチーワンが一度でいいという形になりました。これが、ね、すっきりするんでいいんですよ。はい、親番中田好感触です。いや、 やっぱり毎シーズンこの初トップ最後の一人っていうのは注目されてしまいますよね。そうですね、だけど全然こうプレッシャーをね感じさせない、選択をしてくれてるんで安心ですね。ごく自然に、ごく自然に自分のペースで打ってるんで、はい、そうすればいつかきっと自然にトップがやってくるでしょうというところですね。まあ、本日1月19日、今までのシーズンの中ではこう一番ね、遅くはなってしまっているんですけれども、はいはい、まあ、試合数の関係もありまして、まだまだそんなに全然トップないなっていう、そんな感じイメージはないですね、はい、そのラスも1回しかないんでね、やっぱ平均報酬点が低いっていうのがラスを引いてない原因だと思いますけどね、はい、今まで日程で一番初トップが遅かったのが1月14日でしたね、岡田選手。あ、岡田さんね、はい、で試合数で一番時間がかかってしまった経験があるのが同卓の萩原選手、15戦目で初トップというシーズンでした。あの時もやきもきしましたよね、みんなで。いつ来るの、いつ来るのって、はい、ドラドラクリスマスイブにトップを取ってくれたあの日ですね。はい、日向の手がさらにパワーアップ、ね、ウーピン、ウーピンですか、はい、キューピンになりました。ああどうかな、チーピンパーソーも残っていそうですか。そうですよ、今の日向なら引ける。あ、いやいやいや、ややこしいな、面白くなってきた。とりあえずピンズ切っときますか。そうですね、はい、もうサブローソー9万でリーチ行く構えでね、はい、行けるんじゃないですかね。酸素はないですけど、そうですね、まあ、ローソーとスチーマンと9万、うん、
あ、残しちゃった。お、あ、今度感知層があるか。なるほど、ね、なるほど。さあ、おやり位置をかけたい中田。かけたいね。ドラのチーピン切りたい。チーピン切りましょう。このドラに萩原が声をかけます。太陽ドラ赤のイーシャンテン、日向はドラドラ赤のイーシャンテン。あとは一曲一曲潰していきたい阿部松日向、現在トップ目。自身の親番でチャンスをつなげたい中田。広げた、広げますか、シャキって。もう上がりにいく曲なんで、安全牌持たない方がね、裏目がなくなりますよね。はい、両層の頭とて逃がさないという、チーか、チーです、チー層ですか。はい、スーチー層になりました。萩原に転敗です。あ、チーソーが1枚減って、サブローワンだ、サブローワン、日向に転敗、黙点。これでスーチーソーは残り2枚になりましたかね。そして日向ピンフドラドラーカー、マンガン闇で8000ですよ。いやー、いやー、恐ろしい。サブローマンは3枚でしょうか。U はちょっとね、もう店じまいですかね。ここは報酬できませんね。はい、あ、3万、あ、3万だ。日向の論敗です。あ、これ切っちゃいますね。6万萩原の筋、三つどもえの2着争い、中田親番手放すわけにはいかない。しかし痛すぎる8000点です。日向への報酬、ピンフドラドラ赤。さあ日向、何2曲を終わらせ、そして大きな加点ということになりました。この1曲だけですよね、萩原の親だけ。そうですね、あとは萩原が立ちはだかります。何3曲のスタート、どうですか、ハイパイ、ドラは拍どうでしょうか。萩原のハイパイは、お、いいんじゃないですか。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。